宇宙の欅中寛介昭和35年3月31日いつだったか新聞にハの研究で有名な大賀博士が府中の大国玉神社の素晴らしい欅の並木が滅びてゆくのを惜しまれる記事が載っていたのを読んだそうしたらその次何かの雑誌に「 戸塚綾あやこさんだったか、同じところの暗闇祭りとカラスのうちわのことを書いていられるのを見た。そして、この偶然にできた三大話が、しきりに私の好奇心をそそって、いつかは行ってみようと私に決心をさせた。生え抜きの関東平野の人間でいながら、府中もケヤも知らなかったのだ。ついでに、 迂闊の追加をすれば、大賀博士は、一行時代、私と同期で、私と同級の奥田正蔵氏と、寮で同室にいられたとのこと。こちらは知らないのに、先方で私をよく知っていたのは、私が目に立つくらいの怠け者だったからだろう。そればかりか、ハスの縁か何かで、この家内の里の者はみんな知り合いだった。後で分かったことである。 さて、久々で、郊外の自然も楽しみたいと思っているところへ、この気温の高い春が来て、庭木の芽が一斉に燃え出した。で、それ、とばかりに、家内と出かけた。風は随分強いが、汗ばむほど暖かい。電車を降りたら、直期に八代。遺書書書によれば、祭人は、大国玉の神。天孫降臨に際し、 国土を二二木の御事に建て祭って、出雲の木月の大社に鎮座したもうたことは、世人の知るところである。そうして、出雲の御、雨の補避の御事の光栄が、初めて武蔵の国の宮津子に任せられ、党や城に奉仕してから、代々の国の宮津子が祭りを司ることになった。という。この、 気が遠くなるほど古く、防用とした話は、狂楽のそれと違い、心身しんとした杉の森の中に、黒々と立っている、東国の社にはふさわしい趣きを添える。そのうち、大化の改新により、武蔵の国府をここに置かれた。栄昇年間、陸奥の安倍の頼時節が背いた時、陳宿将軍、源頼義、古、吉家が、 生闘の道すがら、この代に参浪して、戦勝の祈願を込め、凱旋の折、り、お礼参りをして、ケヤきの苗千株を植えた。そのうちの一本が、今も馬場大門に残っている。九百年前のものである。後世、頼朝や家康の植えたものもあるようで、現在は三百二十八本。大正十三年には、 六百本ぐらいはあったろうとのこと。大鳥居からまっすぐに四五町の間、幾百年を経た老木が、天に逆らう巨界のごとく、たくましい枝をたわめ伸ばして、風と揉み合ってる様は、誠に壮観であり、遺憾である。国玉の、ケヤきの並木、竹火たち、国津神々、武者押しすらし。五月五日の祭りには、夜、 八つの三越が古式の行列を整え、社殿の内外、氏子一同ことごとく消灯した暗黒のうちを、お旅所へ渡御する、これを俗に暗闇祭りといい、式の前後、町内に数万の御神灯を灯すので、提灯祭りともいう。7月12日の夜から13日の暁へかけて、拙者、宮の目神社、祭神、 雨のうずめのみことほか、二柱の祭りがあり、舞人が青ずりの舞絹を着て舞う。これを青袖祭といい、十三日の朝になって、杉の小枝をたくさとして舞う。これを杉舞祭という。国玉の、や代の欅、やき、を経て、青袖の舞、大きなサビスも七月二十日には、相モも祭りがある。よりよし、 吉家、戦勝のお礼のため、この祭りが起こった。モモとあわめ飯を新鮮として建て祭る、古礼である。陳述将軍、源頼義、頼家、欧州征伐等の言葉の物々しさに引き換え、相もも祭という名の素朴さが微笑ましく、相とあわめ飯にも当時の東国の編集らしさがあってよろしい。 民族の神仙は本来こうしたものだろうし、京楽の神社のそれがどんなものかも知らないのだけれども、この日、カラスうちわを出す、仰げば農作物の宙返が除かれ、病人は併有するというので、これを受ける者が雑踏する社務所で聞いたら、それは7月20日の祭りに出すのですが、一本ならあったかもしれません。 とのことで探してもらって受けて帰る。骨太のそやなもので、サイズ地型の真っ黒な紙に口を開いた大きなカラスが一羽飛び、大国玉神社院と主で押した二寸角ぐらいの紙片が貼ってある。鳳凰でも単調の鶴でもなくて、そこらの畑にいるただのカラスなのが嬉しい。ただこれは、ゴンベイが種子をまいても、 そばからほじくらない善良なカラスである。私も東国の野人だ。聖徳、こうした野種を好む。おそどりは、わしに王とて山越えて、すもも祭りにコロクトぞ言う。